皆さんこんにちは。B4 の牧野と申します。ビブリオ2回目です。以前気持ち悪いという定評があったので、今回は淡々と喋ろうと思います。よろしくお願いします。もうだいぶ気持ち悪いです。はい。今回僕が紹介した本はですね、本屋さんの本なんですけれども、皆さん、ビレッジヴァンガードという本屋さんをご存知でしょうか。はい。はい。今日持ってきたな。知らない。これです。ビレッジヴァンガードで休日を。ビレッジヴァンガード。まあこれはまあ映画のティファニーで朝食をという映画だったんですけど、まあそれのアナロジーみたいな。アナロジーなんていうんでしょうか。まあそれパクったというか、リスペクトしたというか、そんな感じなんですけども、まあとりあえずご存じない方のために、まあ、この本はビレッジヴァンガードができるまで。本屋さんができてさらにフランチャイズ化して全国に広まっていくまでを、まあ、僕そういうの好きなんですけど、そういうことが書いてある本です。ですね、それではビレッジヴァンガードをご存じない人も知っている人もこんな裏があったんだと僕のプレゼンを聞いて知ってもらえたらいいと思います。ちょっと気持ち悪いかもしれない。まずですね、ビレッジヴァンガードの社長の菊池さんはこう言っています。図書館と書店は本来共存できるものだと。なぜ今できていないかというと、市政の図書館がベストセラーとかハリーポッターとかたくさん置いてある図書館もあるでしょう。そういった大衆の、ニーズにこう迎合してしまっていると。つまりそれは普通の書店と変わらない品揃えになってしまう。そうなると書店と図書館は共存できないんじゃないかと。本来は図書館っていうのはそのベストセラーみたいなの、普通の本屋っていうのももちろんそのベストセラー以外の小さな出版社が出してるけどいい本とか、あんまり売れてないけど実はいい本なんだよっていうのを置きたいはずなんですけど、どうしても利益優先しなければいけないから書店っていうのはそういうことはできないと。その役割を本来は図書館が担うべきなんだけれども、今やってないんじゃないのっていうところからこの話はスタートするんですけれども、そこで菊池さんはですね、ちょっと待ってください、順番でいきますね。まあ、ビレッジヴァンガードの理念としてですね、良い本屋より楽しい本屋をと、金太郎飴のアンチテーゼ、つまり他のベストセラーとか新刊をボンボン置こうというのをやめようっていうことをまず持ってきたんですね。けど実はこれ書店にとってはものすごいリスキーなことで、本屋さんっていうのは、再販制度というものがあって、つまり、一旦仕入れた本を、もう一回その出版社に送り返すことができると。けどこういうリスクがあんまりないということは当然旨味は少ないわけなんですよ。大体 23% ぐらいだと、利益が出る。でけどたくさん仕入れられるってことはとりあえず売れそうなの全部集めておいて、でもって後で送り返せばいいやみたいな話になるんですけど、その 23% の利益のうちからその送り返すための、荷物を作ったりとか書類書いたりとか伝票書いたりとかの人件費も出さないとなると、まあ在庫もそうたくさんむやみにやるわけにいけないと。つまりリスクがあるけれども儲けが薄いと。その中でベストセラーとか新刊ではない、一般的には売れ線ではない本を売るにはどうしたらいいかというのがこのビレッジヴァンガードでやってるすごいことなんですけれども、そこでビレッジヴァンガードでやってる手法というのが、そして一番まあ代表に挙げられそうなのがポップと呼ばれる本なんですけれども、まあ普通の本屋さんとかでも本の上にこう紙切れが載せてあって書店員のおすすめとか書いてあるんですけれども、あれをものすごい特徴的なものにしたと。そしてそれを書くためにはその本のことをとても知っている必要があって、本屋さん、書店員もとても本を好きな人が集まるようにしたと。このポップを有効活用することでその普段は売れ線ではない本を、まあ、少し解説してあげることでその新刊とかしか買わない人にもちょっと目立たない花にも心を添えるような感じでこう、そういった あまりメジャーではないマイナーな本に目を向けさせたことでこのビレッジヴァンガードという書店は成り立つことができた。そしてフランチャイズ化して今全国で好評出店中ということがこの本には書いてありました。僕は将来本屋さんがやりたいのでこの本はとても僕のためになったというふうに存じております。あと17秒存じております。ですね、まあそこまでしか言えませんね。はい、あと5秒、はい、
調子良かったね、意外と。ありがとうございました。